皆さんこんにちは。渡辺康のデンクルサッカースタジアム、記念すべき第1回目がついに始まりました。今日からよろしくお願いしますということで、記念すべき第1回目は、8月24日日曜日、マルハンカップ第6回パワーチェアフットボールブロック選抜大会、これがですね鹿児島アリーナで開催されますということで、鹿児島にですね今スカイプでつながってるんですが、鹿児島にナンチェスターユナイテッド鹿児島背番号9番川崎亮太選手を本日のゲスト、第1回目のゲストでお迎えしています。この競技の面白さがもう絶対に見ていただければ伝わると僕ら選手は確信してますので、川崎選手、こんにちは。こんにちは。いや、元気だな、頭から。ナンチェスターユナイテッド鹿児島背番号9番、川崎亮太選手、第1回目のゲスト。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鹿児島は今どの辺にいるんですか？鹿児島のどこにいるんですか？僕は霧島市に住んでおります。霧島といえばですね、僕あれは2004年かな、桜島に行きまして、その時にね、桜島、霧島、いろんなところに泊まりましてお世話になりましたよ。おー、いいですね。いいところですね。山があって温泉があって、私が紹介してどうなんだってなっちゃうんで、今日はいろいろね、よろしくお願いしますね。はい、お願いいたします。お願いいたします。ということで、大会の発表をここでしたいと思いますんで、これ言っちゃっていいですかね。これトップレベルの戦いをその目に焼き付けろ。8月24日日曜日、マルハンカップ第6回パワーチェアフットボールブロック選抜大会、鹿児島アリーナ、9時30分キックオフ。はい、今日も練習してるんですか？ボール蹴ったりしてるんですか？明日また練習がありますね。明日また練習。どれくらいのあれで練習するんですか？はい、準備とか、ゲームに向けてもやれば。試合に向けてはそうですね、毎週末練習、チーム練習しますし、あとは個人で練習したりしてます。だってその練習しながらこういうものも作るわけじゃないですか。はい、こういうポスター、告知。ああ、そうですね。でこういうのはどういうふうに自分で、何、川崎選手今回作ったの？このポスターはですね、はい、元プレイヤーのナンチェスターのプレイヤーだった方がデザインしてくれて、あとは実行委員でほとんどチームメイト関係者になるんですけれども、アレンジしてみんな作ってくれてます。元プレイヤーがやってるんですか？はい、何でもみんなでやるんですね。そうやってやっぱみんなで作り上げていくのが電動車椅子サッカーですよね。そうですね。デンクルサッカースタジアムに今日は来てもらってるわけですけども、まずここでね、はい、川崎亮太選手ちょっとまた聞いててもらいたいんですけど、はい、ちょっと前後しちゃってるけど、今回のマルハンカップ第6回カワチアフットボールブロック選抜大会ね、これ8月24日の大会ですよ。出場選手をここで全部紹介しようと思うんですよ。付き合ってもらえます？大丈夫ですか？はい、もちろん。はい、じゃあ付き合ってもらいますんでね。おということで、これ北から南かな、北から南、北から東、西、南へ、はい、行きますんで、これじゃあ全部選手紹介していきたいと思います。はい、料理いきます。それではマルハンカップ第6回パワーチェアフットボールブロック選抜大会、ここで出場ブロック並びに出場選手の紹介です。北海道ブロック電動車椅子サッカー協会、背番号5番シャボト光平、背番号8番桜庭康弘、背番号10番竹山裕樹。いいですね。続いて関東ですね、関東ですね、東西ですもんね、北から降りてきました。続いて関東ブロック電動車椅子サッカー協会、背番号1北沢陽平、背番号2武田敦、背番号3三上祐希、背番号4清水健、背番号5今野翔太郎、背番号6黒沢祐希、背番号7長岡真理、背番号8吉沢祐介、背番号9野田拓郎。続きまして北陸ブロック電動車椅子サッカー協会、背番号1畠幸恵、背番号6木越優衣、
背番号7城下歩夢、背番号8山崎努、背番号9牧野勇樹、背番号10城下ゆかり。どんどん行きましょう。中部ブロック電動車サッカー協会、背番号1飯島光陽、背番号2佐藤真希、背番号3加藤範之、背番号4田中俊、背番号5松浦正文、背番号6川田秀幸、背番号7永瀬義則、背番号8小林俊介、背番号9中村康則、背番号10石脇亮太、背番号11高垣和弘、背番号12池田圭介。すごい、北東西と来て、そして北、ついに東西、最後はどこですか、最後はどこですか、最後はその前に中国ブロックがあります。中国ブロック突っ込まれた。そうですね、中国ブロックなきゃいけない。そうだ、中国ブロックがあるんですね。最後が南、最後が南、はい、あれ関西行って、関東中部関西、この後関西ですね。今これが関西ですね。関西中国行きます。じゃあ行きますよ。お待たせしました、はい、関西ブロック電動車椅子サッカー協会、背番号1松原和弘、背番号4木下博樹、背番号5朝原康介、背番号6井上誠、背番号7山田隆弘、背番号8小林翼、背番号9光月和弘、背番号10有田正幸、背番号11中井明弘。続きまして中国ブロック電動車椅子サッカー協会、背番号3川崎大輔、背番号4西村海里、背番号5谷本光三、背番号6池田徳則、背番号7岩本博美、背番号9宇都宮恭平、背番号10中野裕樹、背番号11下手和馬。さあお待たせしました、お待たせしました、お待たせしました。トップレベルの戦いをその目に焼き付けろ。8月24日日曜日、マルハンカップ第6回パワーシェアフットボールブロック選抜大会、地元鹿児島アリーナ、地元のチーム九州ブロック電動車椅子サッカー協会の紹介です。背番号4野下さゆり、背番号8塩入慎也、背番号10徳森高弘、背番号11東武則、そしてお待たせしました、改めまして背番号9川崎亮太、よろしくお願いします。おー、いいですね。もう一回行こう。背番号9ナンチャスターユナイテッド鹿児島、川崎亮太っていう感じですね。川崎選手、お待たせしました。こんなに出るの選手、こんなにいっぱい北から南、すごいよね。こんなですよ、わかりますこれ、すごいよ。足し算が僕パッとできないけど、プラスできっと教えてくれますよね。こんなすごいよね。そういうだからあれじゃないですか、もうこれにこういう選手に関わるスタッフってどれぐらいいるんですか、川崎選手。もうそうですね、もう多分鹿児島にいらっしゃる、選手関係者含めても100は優に超えるかな。100人、はい、鹿児島アリーナにも引き締めき合ってくるわけですよね。そうですね。でなんか今回聞いたところによりますと、はい、当日のイベントがなんかすごく盛りだくさんみたいじゃないですか。お、どんなことがあるのかちょっと教えて、そこら辺紹介してくださいよ、そこら辺、はい、まずですね、今回の大会は一般のお客さんをたくさん集めようと思ってます、はい、やっぱりあのトップレベルの大会ということで、あの関係者以外の方にもたくさんいただこうと思っていまして、はい、まず電動車椅子サッカーで初めてじゃないかと思われるチアダンスがあります。お、チアダンス、オープニングにチアダンス。あ、チアダンス、どんな方たちがチア、はい、踊るんですかこれ。鹿児島地元で活躍されてる、セミプロ の, あのチアダンスの方々が来てくださって、はい、一緒に盛り上げようぜっていう感じですよね。もうそうですね、なので皆さん掛け声とかですね、どんどん大きな声選手も出していただいて、えいえいみたいな感じでね、みんなでね、あ、いいっすね、でこう、でこう踊って、やってそれでなんか選手とかも入ってきてるから。そうですね、イエーイ鹿児島みたいな感じですね、マルハンとかやるんでしょうね。いや、いいな。
や、それ見たいな、鹿児島行きたいな。それであとどんなのがあるんですか。あとはですね、決勝戦では、うん、実況、実況、そうですね、初めて電動車サッカーで生の実況と解説をしていただこうと思っています。すげえ、誰がやるんですか、どうなったか。これ地元 の、 あのテレビ局のアナウンサーの方が、鹿児島のテレビ局が、そうです、すごいじゃないですか。これだって楽しみでしょ、もちろん楽しみですね。普段のねゲームもすごい楽しみでワクワクしてるだろうけど、もうさらにね、はい、あ、じゃあもう生でそのまま、もうじゃあ来れなかった人も含めで、ね、そういう人たちにももう本当にね見てもらうんだ、応援してもらうっていうか、はい、どんなもの届けたいですか。もちろんほらなんだっけ、そのテレビ画面もそうだし、来てちゃんと来た選手、ね、来てくれたファンの人とか新しいお客さん、どんなもの届けたいですか。そうですね、やっぱり、まず見ていただくことで、うん、この競技の面白さがもう絶対に見ていただければ伝わると僕ら選手は確信してますので、足を運んでいただいて、そしてですね、全国トップレベルの選抜ですので、熱い戦いをお見せできればいいかなと思います。本当に売りすぐった選手がもうね、ふるいにかけてかけてかけられまくった選手が集まるわけですもんね。はい、ここにね、すごい戦いなわけですもんね。そっか、川崎選手はその魂、川崎選手の魂、はい、もう今そこに全部向かってるわけじゃないですか。はい、そうですね、もうもう、じゃあもう目指すわ、もちろん優勝で、優勝で、はい、これもうあれでしょ、宣言してください、約束を、この番組で。そうですね、もう約束します、約束する、はい、もう一回じゃあお願いします、堂々とこちらの番組にも堂々と宣言してください。はい、では、うん、九州ブロック、九州ブロック優勝します、頑張ってください、応援してますよ、絶対応援してますからね。8月24日、本当私もね、今回行けないんですけど、あー、いらっしゃらないですか。もうちょっと残念ながら行けないんですけども、気持ちはもちろん届けますから。これにはちょっとね、地元のね、方のお祭りでちょっと歌ったりしてますんで、もう魂は届けます、間違いなく届けますんで、一緒に戦いましょう、お願いします、一緒に戦いましょう。あ、そう、各ブロックの注目選手一人ずつっていうことで、もうおー、どうですか、じゃあ北から、じゃあ北からいいですか、はい、北から、北、今回目のブロック、竹山選手、そうですね、北番号10番、はい、北海道ブロックのこの北の注目選手は北番号10番、竹山選手ですね。北海道ブロックは人数は少ないながらも、うん、その一つのチームであることの強みを生かして、攻めてくるチームだと聞いてます。またブロック選抜大会初参戦ということで、すごく気合が入ってるんではないかなと思ってます。竹山先生、溶けないように頑張りますと言ってました。溶けないようにね、はい、北だから溶けないようにね、はい、溶かしたいもう溶かしてください、はい、はい、では関東ブロックの注目選手、関東ブロック注目選手はですね、以上でいますね、もうたくさん、昨年の日本一の選手もいますもんね、全員注目選手なんですけど、全員、その中でも、はい、その中でも注目選手、はい、やはり吉澤雄介選手じゃないでしょうか。8番吉澤雄介選手、関東ブロック、今回ものすごくブロック選抜大会に力を入れてまして、YouTube で動画を流されたりですとか、ね、こうします、はい、すごくフットワークもいいですし、また連携がすごく取れてるチームだなと思ってます。今フットワークと連携って出たんですけど、はい、やっぱりちょっと話がつながりで聞きたいんですけど、電動車椅子サッカーのやっぱフットワークと連携ってどういったところにあるんですかね。そうですね、やっぱりその練習をするにしても、うん、たくさんの方の協力が必要になる競技なんですけれども、やっぱそれがスタッフの強力なサポートが関東ブロックやはり一番あるかなと感じてますね。北陸行きましょうか。北陸ブロック電動車椅子サッカー協会の注目選手、はい、注目選手はやはり白下歩夢選手かなと思います。歩夢君、歩夢選手、来ましたね、背番号7、白下歩夢選手、彼のこの何ですか、怖さっていうか、そんなところはどんなものなんですか。
そうですね、やはりどこからでもシュート狙ってきますし、あと視野が広い、フィジカルが大変強い、絶対当たり負けることがない選手ですので、そのフィジカルを生かして、またロングパスもありますので、あの彼の出来次第で北陸ブロックの勝敗が決まると言っても過言ではないのではかと思います。はい、じゃあ続きましょう。じゃあ中部ブロック電動車サッカー協会の、注目選手をお願いします。はい、中部ブロックですけれども、はい、注目選手石脇選手です。石脇選手の背番号10番。そうですね、彼デーシーデルキーズ選手ですね。はい、はい、全国的にはあまりまだ有名な選手ではないんですけれども、先日の関東ブロック対抗試合ですかね、あれであの3ゴールぐらい決めてる彼なんですけれども、はい、中部ブロックには押し戻される飯島光陽選手という王子様がいますけれども、クラッシュアーズが入ってるチームですもんね。そうですね、もちろん飯島選手はいるんですが、そこにその若手の石脇選手が得意のドリブルを生かしてチャンスメイクしてくるんではないかと思ってます。シブラッシャーズもこんだけいいんですね。飯島光陽、佐藤真希、加藤真由紀、田中俊、はい、この辺もね、はあ、入ってくるんだ。そのじゃあつながりで中部ブロックのこのチームの特色ってなんですか、チームカラー、怖さ、そんなものを教えてください。そうですね、やはり飯島選手の柔らかいドリブル、それからパスセンス、これを止めないと、確実にこのチームは波に乗ってしまいますので、各チーム飯島選手をマークしてくることはもう必須だと思います。そこをどうかいくぐって中部ブロック攻めてくるかが大注目かなと思います。わかりました。ぶち倒してください、ぶち抜いてください、はい、さっきの宣言通り。続いてじゃあいきますよ、関西ブロックのこの注目選手をまずお願いします。関西ブロック注目選手は中井明宏選手ですね。11番中井明宏、はい、彼の怖さはどんな選手か、ワンタッチでコースを変えるシュート、そしてストライクコースにも負けないドリブル、彼はそして楽しそうにプレーします。一番ボールを持たせたら実は怖い選手だなと思ってます。そんな怖い選手がいるこの関西ブロック電動車サッカー協会のチームの本当カラー、チームカラーお願いします。関西ブロックは、どこの地区よりもチームが多くて、リーグ戦も活発に行われているあのものすごく電動車サッカーが盛んな地域ですけれども、そこを引っ張っているレッドイーグルスの、有田選手だったり、あと光月選手だったりが、まとめて、そして、やはりパスワークですね、関西ブロックは綺麗にパスを通してきて、それに中井選手が絡むという、攻撃をしてくるのではないかなと思っています。わかりました。引き続いて中国ブロック注目選手お願いします。中国ブロック注目選手は中野勇輝選手ですね。中野勇輝、はい、ここですね、中野勇輝、ここできました。この選手 の、 あのです、ね、まあ、怖さというか特色、特色は、はい、中野選手の怖さはやはり一人で、ゲームをコントロールできる、支配してしまうというところにあるかなと思います。はい、ドリブルもありますし、あとキックの精度がものすごく高いので、セットプレーでも針の穴を通すようなパスを通してくるのではないかなと思ってます。もう今こう聞いててどのチームも怖いですね。そうですね、怖いですね。じゃあもう中国ブロックの電動車サッカー協会このカラー、チームカラーお願いします。中国ブロックはですね、今回若手を中心に、編成されているチームだと聞きました。広島毎日の藤井監督が今回初監督ということで、ブロックを率いてますけれども、そうですね、あの監督自体すごく明るい方なので、これまでと違った中国ブロックの勢いが見れるのではないかなと思ってます。わかりました。さあお待たせしましたよ、大丈夫ですか。はい、お待たせしました、九州ブロック電動車サッカー協会注目選手お願いします。九州ブロックの注目選手は選手川崎亮太と
言いたいところなんですが、はい、11番の20番の、はい、東竹則、はい、11番だったっていうところがいいですね。もう一心同体なんですね。もう番号とかじゃなくて命でつながってるから、これね、自然ね、かっこいいな。では東竹則の紹介をお願いしますよ、はい。東竹則の怖さはですね、どんなところにもパスを通してしまう、パスセンス、そして精度、電動車椅子サッカーを知り尽くしたような動き、その一つ一つのプレーに意味が込められているプレーをするんですね。あと、シュート精度は日本屈指の精度を誇ってますし、どんな角度からでも決めれる自信と精度を持っています。球種ブロックの強さはですね、強さ、うん、やはり熱いパッションかなと思います。パッション、はい、いやー聞きたかったね。そこだ、情熱だ。情熱です。そっくりですね。こう僕今渡辺康のデンクルサッカースタジアム、スタジアム DJ で。お、負けないですよ、それも川崎選手。初の地元開催ということで、はい、日頃お世話になっている方に見ていただける最大のチャンスですので、うんうん、はい、みんな十分すぎるぐらい気合が乗っていると思います、うん。改めて大会のお知らせをお願いしてもいいですか。そしたらもう、はい、ここでお願いします。マルハンカップ第6回パワーチェアフットボールブロック選抜大会、各ブロックの選ばれた選手たちがブロックの威信をかけて戦う素晴らしい大会です。鹿児島アリーナで8月24日9時半キックオフ、また9時から楽しい開会式も待っていますので、ぜひお越しいただけたらと思います。ありがとうございます。最後にじゃあもう一つ、川崎亮太選手、先ほど言ってましたけど、はい、あなたのそのじゃあ意気込みを大会に向けてお願いします。はい、はい、まず皆さんが来ていただけてよかったと思えるような素晴らしい大会にすること、そしてチームとしては優勝を目指して全力で戦いたいと思います。各選手関係者の皆様には、これまでになかったような大会をお届けすることができると思います。まず会場に入っていただいて驚くことが一つあること、そして、チアダンス以外にもサプライズがありますので、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。サプライズとあれですね、地元のテレビの放送と、あ、そうですね、この番組のことも紹介しておいてくださいよ、はい、私のサッカースタジアムこういうのやってるんで、で僕ゲストで出てきたよ、はい、みたいな感じで紹介しておいてください。はい、わかりました。そんな感じで大丈夫ですか。もうはい、大丈夫です。あとはもう一生懸命で、もう本当練習に向けて、はい、優勝に向けて、もう日本一に向けて頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。本日ね、デンクルサッカー、渡辺康のデンクルサッカースタジアム第1回目の記念すべきゲストは、ランチェスターユナイテッド鹿児島背番号9番川崎亮太選手をスカイプでお招きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、ぜひね、本当にこっちにも来てくださいね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。頑張ってください。はい、渡辺康の PR コーナー、いきなりもうやめなくてちゃんと大丈夫、はい、よいしょ。ということで PR コーナー、今日はですね、今日は連動車サッカーの新グッズをですね発売します。トートバッグ新発売、キャンバス地で L サイズ、ご当地缶バッジも限定発売されます。横ゴムウェブショップでも発売予定なのでよろしくお願いします。そこでこれついに配布されるんですかね。これずっとディレクターのよりぶじさんがね作ったということで、これもこれ電動車椅子サッカーを応援しようというパンフレットですね、リーフレットか、リーフレットも配られます。もちろんこの中でね、このあれですよ、いろいろすごいんだから、いろいろ書いてある。電動車椅子サッカーとは何ぞや、主なルール、いろいろ書いてあって、しかもこれはくるっと回してもらって選手紹介初ですよ。これこういうのがね、日本代表候補選手に5つの質問ってことで、こういうのも載ってますんでね、これ楽しみにしてください。でもっとくるっとこうひっくり返すと、なんとこのすごいよこれ、 YouTube 応援チャンネルで最新情報の動画配信中、電動車椅子サッカー応援番組、渡辺康のデンクルサッカースタジアム、8月から配信開始、よろしく。これ渡辺康 PR ね、番組よろしくお願いします。こういうのも配られる、あのリーフレットもね、ついに配布されますんで、よろしくお願いします。お願いします。ということで、あっという間でしたね、なんだかんだ。それでは今日もね、
かありますけど、はい、渡辺康のデンクルサッカースタジアム。この番組はスタジアム DJ 渡辺康、ディレクターがより、横組む頼藤正嗣、技術が暮らしの配信部森田和彦、イラストレーターが加藤智子、制作著作が NPO 法人横浜スポーツコミュニケーションズでお送りしました。渡辺康のデンクルサッカースタジアム、また次回よろしくお願いします。また次回のキックオフでお会いしましょう。ありがとうございました。